栄光はもう目の前まで来ている。タウラス杯決勝、3番人気には秋の三冠馬娘オグリキャップ、2番人気を紹介しましょう。ここまで無敗、三冠馬娘1番東海帝王、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。ここまで無敗、トリプルティアラの馬娘ミホノブルボン1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。最高の立ち上がりを見せたのはミホノブルボン。ミホノブルボン軽快にレースを運んでいますね。ミホノブルボン快調に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手は1番東海帝王、その後ろにナイスネイチャー、1馬身離れてジンボリルドルフ、タマモクロス、続いている差がなくオグリキャップ、グラスワンダー、並びかけてきた、内を回りますゴールドシップ、それを見るように4番東海帝王、意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。順位を振り返っていきます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身、先頭は相変わらずミホノブルボン、続いて1番東海帝王、タマモクロス、3番手、そしてその内から行ったのはシンボリルドルフ、1馬身離れてナイスネイチャー、外でゴールドシップ、少し離れて4番東海帝王、差がなくオグリキャップ、外でグラスワンダー、ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン彼女の脚質には合っていますね。残り 1000m を通過、依然としてミホノブルボン、続きましたタマモクロス、1馬身離れて1番東海帝王、外にはゴールドシップ、大欅を越え4コーナーへ、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。この直線で勝負が決まるぞ。じりじり詰めるゴールドシップ、気持ちよく逃げているミホノブルボン、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン、残り400、抜け出したのはゴールドシップ、だが後続も追いすがる。ゴールドシップリードは1馬身、2番手争いは1番東海帝王、タマモクロス、残り200、まだ勝負は続く、続いている1番東海帝王、食い下がるゴールドシップ、今ゴールイン、勝ったのはゴールドシップ。タウラス杯の栄冠を見事に掴み取りました。2着は1番東海帝王。